こちらのお寺のはずなんですが、ありました。こちらじゃないですか。俺はキムタクになれないが、キムタクも俺にはなれないと書いてありますよ。いや、ユーモアあふれる言葉ですね。岐阜市のお隣、各務原市にある善久寺。普段この掲示板には仏様の教えが書かれた様々な法号が貼られていますが、岐阜信長まつりに木村拓哉さんが出演するということで、俺はキムタクになれないが、キムタクも俺にはなれないという法号が貼られました。いつもこれ、携帯に撮ってるんですけど、いつもいいこと書いてあるんですよ。さすがお嬢様、いいことをおっしゃるなと思いますね、本当この言葉を掲示した住職に話を聞いてみると。この言葉は私が考えた言葉ではないんです。知り合いの住職からいただいたカレンダーの中にあった言葉なんです。そしてこの言葉の隣には、こんな言葉も書かれています。あなたは誰とも変わることのできない、また変わる必要もない尊い命を生きているんだ、そのままでいいんだよという意味があると。この言葉を、現代風と言いますか、今のこの時期に分かりやすく変えた言葉が、俺はキムタクになれないが、キムタクも俺にはなれないと。木村拓哉さん出演の岐阜信長まつり、経済効果をもたらしただけではなく、一人一人が誰とも代わりがきかない尊い命を持っているという大切なことも教えてくれました。